はい、どうも皆さんお勤めご苦労様です。ということで、今日の出来事を見ていきたいと思います。今回はですね、日本保守党候補、飯山明里48歳が告発、進言したら百田直樹と有本香織にということでですね、えー、日本保守党に文春法が飛びました。はい、えー、日本保守党といえばですね、えー、衆院総選挙で3議席を得てですね、えー、2%を得てですね、えー、政党交付金を受ける資格を得る、 え、ま、国政政党になったということでですね。ま、これからは、国民の税金で活動を行うといったような、ま、集団になりますので、え、ま、今後はですね、こういう週刊文春とかですね、ま、そういうところのですね、ま、ターゲットになると、これは、世間的にですね、え、良くない、ま、話なのではないかということについてはですね、ま、このように、え、ま、特殊が組まれるという話になります。ま、それがね、国政政党 す。他の政党も同様だというふうに思いますが、まあ、内容としてはですね、えー、飯山あかり氏が、百田直樹と有本薫を告発ということで、まあこれはね、えー、普段ですね、そのまあネットでですね、政治系の、まあ、情報等を見てる人であればですね、すでに基地のですね、 まあ情報じゃないかなというふうに思います。まあ何を今更と、そんなもんね、もう選挙期間ですね。<laughs> えー、この三者はバチバチやり合っていたと、朝あでね、最後にア本モとカオルとイーヤが出た時の雰囲気がすごかったとかですね。<laughs> まあ様々な感想を持った人もいるというふうに思いますが。 はい。まあ、いやまかりと、いやまかり、まあ、東京10億補選でですね、日本保守党から出馬したときはですね、えー、まあ、少なくとも外側からはですね、えー、まあ、仲良くやっているのかなと、まあ、いうふうにも見えたわけなんですが、あ、実はまあ、その選挙期間中からですね、まあ、かなり、えー、特に百田直樹と、まあ、激しい言い争いをしてきた。 ということでですね、えーまあ、内情はですね、まあ、とても飯山明かりをですね、えーまあ、応援するようなです、ねえー、組織の雰囲気ではなかったということが明らかになっています。はい、で、えーまあそのー、飯山明かりとです、ねそのまあ、日本保守党に対する、まあ、戦いというのもです、ねまあ、知っている人多いと思いますが、まあ、軽く触れておくとですね、はいえー、この後16時からライブ配信しますということで,です、ねえー、日本保守党100 百田代表、国政政党になるや、刑事告訴、有権者を脅迫、外役の告知、口封じに必死ということで、えー、まあ選挙前からイアン・マーカリ氏がですね、えー、日本保守党の百田あ直樹有本香織に、まあ、まあ様々なですね、えー、まあイアン・マーカリ氏からすると事実に基づく指摘を行っていて、まあ、それに対してですね、えー、選挙も終わってですね、えー、まあ訴えるというような発言がですね、ツイッター上で百田直樹からあったと。 言うところですね。まあ、この件に関してはですね、私はどっちがいいとか、どっちが悪いとか、そういうことを言うつもりはありません。はい。えー、まあ、お互いにですね、至らぬところがあったんじゃないのかなという感じなので、えー、どっちの肩を持つというのはないんですけども。はい。まあ、ただ事実関係として、えー、まあ、両者がやり合っているということですね。で、他にはですね、 はい、えー、まあ、このようにね、そのー、イーヤマアカリチャンネルの方でですね、百田直樹氏のツイッターをプリントアウトしてですね、すごいですね。<laughs> はい、えー、百田直樹代表、ついに、えー、20万近く再生されるイーヤマアカリ氏の YouTube アカリチャンネルで、1割の善良なバカを騙せば国会議員になれるとポストしてたのをバラされるということこれも有名な話ですね。 はい。えー、まあ、過去にですね、ここに、えー、まあ、日付もか書いてあります。2022年、2年前の話ですけども、まあえー、過去に国会議員をそのように、まあ、揶揄していたあということがね、えー、まあ今、今、こう、クローズアップされてですね、はい。えー、今あ、百田直樹がやってることはそれじゃないのかというようなですね、まああ、指摘を行ってます。はい。で、まあ、こう、様々なことでですね、えー、まあ、 百田直樹、有本香織、日本保守党に対して、まあ、井山彼氏がですね、鬱憤を晴らすというのがあります。まあ、あとは有名なところだと、カレーの話ですかね。はい、えー、その、なんか、カレーがですね、なんか、 疲れて帰ってきたのに用意されてなかったとか、腹ペコの状態で、なんかこう、YouTube に出演させられたとかですね、そんな話があってですね。まあ、これがイ山マ彼氏はいじめだというふうに表現してですね。まあ、私がその話を最初聞いたときはですね、まあ、単なるね、その、まあ、連絡ミスじゃないのかなという気もしたんですけども、誰か、イ山マさんにまあ、ご飯、 えー、上げてるんじゃないのみたいなことでね、その、みんながみんなですね、誰かやってんじゃないのみたいな感じでね、まあ、バタバタ忙しかったとも思うんで、選挙中なんでね。はい、えー、まあ、ちょっとそういう、まあ、連絡ミス等でですね、まあ、忘れてしまっただけなんじゃないのかなと。 えー、まあ、それにしてもね、まあ、そういうことが分かったらですね、まあ、早急にね、そのご飯をあげりゃいいんじゃないのかなというふうに思ったんですけども、まあ、ご飯をあげる、あげないとかいう話してともなんかペットの話みたいな感じですけどね。ただいじめっつうのはさすがに言い過ぎなんじゃないのかなと当初は思ってましたが、まあ、かなりですね、もう内部事情としてはまあ、ボロボロでですね、え百田氏と飯山明かり氏の間でまあ、かなりですね、こう、バリ増言が飛び交っていたということのようなので、 激しい言い争いをしていたというようなので、まあもうその頃から関係が険悪だったのかなということを考えると、まあ本当にね、まあいじめというかですね、<laughs> えー、まあいわゆるこうハブにしたという感じですかね。まあそういう感情もですね、えー、まあ百田有元側にもですね、あったかもしれません。まあこれはちょっとわからないんでね、はい、なんとも言えないところなんですが、 はい。えー、まあ、そういう指摘もありました。で、えー、まあ、それに対してですね、じゃあ,あ、日本保守党側はどうかというとですね、はい。これは、ももちゃんというですね、これ、えー、日本保守党のスタッフで、えー、うぐいすじをやっている人のようですね。えー、で、この人がですね、なんかあ、その当時のエピソードというのを綴ってるんですけども、えー、補選の時、南砂町、や南砂駅で、 え、朝のお、挨拶から始まった外旋があった。懐かしいですね。東京15号線。まあ見に行ったという人もい,いるんじゃないですか。私も見に行きました。昔からの知り合いで結構有名な名手2人に、えー、飯を合わせようと、この <laughs>、この飯山香織を飯でマークで表していますね。えー、連絡をしてき、 来てもらったじいさんだけどね、彼らはつべで飯を応援していたから喜んで来てくれた。その時、飯は駅前で声を出さず通勤客にニコニコしながらペコペコ頭を下げていたということで、まあこのペコペコ頭を下げていたというね、まあ、言い方からわかるようにこの人はまあ、えー、飯に対してですね、えー、まあこの飯マークで言い山明るを表すぐらいなんで、 まあ、いい感情を持ってないと。まあ、この人もですね、その、まあ、日本を押しと、百田直樹、有本香織側からの、まあ、その意見というのを言っていると思いますんで、まあ、全部が全部ですね、えー、当時の状況をですね、100%言い表しているかというと、それはわかりません。はい。えー、まあ、記憶違いですね。えー、や、まあ、百田側にいい、まあ、プラスになるような、あー、飯山側にマイナスになるような書き方をしているという可能性も、まあ、十分考えられます。 えー、梅さんは、ああ、メガホンで飯の名を連呼していた。これは、えー、梅原という人ですね。えー、そこに二人が現れ、飯は忙しそうだったので、梅さんにいい紹介をした。二、えー、人は喜んで梅さんと話をしていた。すると、飯が向こうから駆け寄ってきて、梅さんに、仕事しないよ、仕事と怖い顔で怒鳴ってきた。<laughs> えー、まあ、本当にまあそう、そうだったか分かりませんけどね。まあ、冗談半分で言ってたのか、まあ、それか、まあ、本当にね、選挙の、まあ、飯山あかりもですね、その慣れない選挙活動でかなりね、こう、精神的にもテンパってたと思いますんで、まあ、ちょっとね、こう、メンタル的に追い込まれて、本当にね、えー、神経張り詰めて怒なっていた可能性もあります。飯のために梅さんは、にこやかに票を取るために話をしていたのにの、ね、と、えー、いうことでね、えー、まあ、その飯山あかりの選挙のために、こう、ちょっと 話をしていただけなんですが、まあ,あ、飯の方からですね、かなり怒鳴られてしまったと。えー、もう一回、彼らは地元の名士で飯を応援していた二人。私たちはものすごい嫌な気分にもなれ、私の名人、友人でもあるその名士の爺さんたちは帰ってきた。 えー、夜、じいさんから電話があった。飯は爪と違うね。きつそうな人だね。少し考えるわ。ということでね。<laughs> まあ、最初は応援するつもりでね、えー、YouTube のお山魔会チャンネルのファンでですね、えー、応援に駆けつけてきた二人だったようなんですが、実際に会うとね、えー、なんかきつそうだね。ということでですね、<laughs> まあちょっとね、えー、距離を置いとこうかな。みたいな、まあ、心境になったと。まあ、いうことでですね。 はい。ええー、まあ、ここに書かれてくる全部がですね、もう100%その通りかというとそうではないと思いますから、まあこういう時はね、もうお互いに、にお互いが、自分がプラスになるように言いますから、特にこのように論争してる時はですね。まあなので、まあ、お互いに話半分ぐらいに聞いといた方がいいんじゃないのかなとは思いますが、まあ実際にですね、その、飯山あさんがですね、ええー、演説中に、なんかこう、まあ、あこう、険しい表情で、表情でどな 待ってる様子とかいうのも動画に上がっていてですね、えー、まあ、ね、かなりピリピリしていたことは確かなのかなという感じですね。はい。えー、まあなので、その、飯山あかりがですね、選挙期間中に、スタッフなどに、まあ態度が悪かったというような話も上がってるということですね。まあ、なので、えー、日本保守党側が、 まあ、中国補選の時は最後までね、一応応応援したけれども、あまあ、それで、まあ、本人ももうね、出馬はゴリゴリだと言ってるから、まあ、それで縁を切ってですね。 えー、今回の衆議選は新しい夫人で、候補者で臨んだといったようなところなんじゃないのかなと。はい、いうふうに思います。で、えー、まあ、これについてですね、まあ、言いあかりが、まあ様々にですね、まあ連日ね、YouTube でですね、えー、百田直樹有本香織の、まあ,あ、悪口というかね、えー、まあ事実こうだったと、全然なんか翼の塔からね、威、え、勢、ー、のいいことは言うけれども、守ってくれなかったみたいなことをですね、言ってですね、それについて、 えー、百田直樹、えー、選挙中だが言わせてもらう最低のクズ女ということでですね。もうよほど鬱憤が溜まっていたのかですね。えー、もうその時言える最上級の罵り文句でですね。えー、クズ女ということで、飯山明のことを罵りました、えー。で、それについて飯山明もね、えー、言われっぱなしではもう終わりません。日本お師匠の百田代表は私、飯山明のことを最低のクズ女と罵倒しています。 えー、周囲戦、東海標備の前日に代表自ら、己の本性を公然と表して、えー、くださりありがとうございましたと。すごいですね、これもね。えー、まあ、百田直樹の本性を表すと同時に、いいやまかりの本性も表してるなという気がするんですけども、まあ、やはり女性というのはね、えー、もう本当に、えー、肝が、 もう腹が決まったらですね、えー、もう誰が相手でもですね、えー、とにかく、えー、毅然として立ち向かうというところでですね。はい。まあ、それを、それは飯山あかりの権利だと思いますから、はい。思う存分にあったらいいというふうに思います。ええー、そして、えー、それについてさらに百田直樹も、終わらずにですね、例には及ばんから構ってこないでほしいということです,ですね。 <laughs> まあ一応お互いにブロックはしてないようなんですけれどもこのようにツイッターでのねえもう今となっては珍しいやりとりとまあいうのがありましたはいえーまあそのようにまあこの両者にはかなりですね <laughs> <laughs> えー、もうなんか溝ができたとかそういう話ではありません。もう本当に二度と顔も見たくないというようなね、えー、もう関係性になっているというところなわけなんですが、まあ、ど、最初に言いましたけど私もどっちがもう一方的に悪いっていう話でも、まあないのかなっていう気はしますね。はい、えー、まあ、なのでですね、まあこの件については、まあ、 ええー、イーアマカリエ氏を応援してきた人やですね、日本を応援してきた人の,の,の、まあ、スタンスの違いでいろんな意見があるというふうに思いますけども、えー、まあ、このようにですね、えー、まあ、この日本を保守党管理のいざこざというのがですね、もう週刊文春、もう週刊文春といえばもう今や週刊誌で唯一ね、えー、なんか生き残っているようなところがありますから、はい、まあ、こういうところにね、まあ、すっぱ抜かれる、えー、まあ、話題を扱われるというふうになります。まあ、今後もですね、そういったことが増えてくるのかなと、 えー、木原事件とかですね。まあ、様々なことで、まあ、百田直樹は結構ね、文、え、春、ー、のネタでですね、YouTube やったりしてきましたが、まあ、それがね、必ずしも事実だったかといったところでですね、今度は自分が文春にこう書かれる側になったということで、まあ、それがね、えー、税金もらって活動する国政政党の宿命ということですからね。はい。まあ、これからは、しっかりしたですね、まあ、政治活動が、 まあ、そのネットだけではなく、ですね、まあ、そのリアルの場、えー、社会的にもですね、求められるということで、まあ、今までのね、えー、発言やあ言動、行動がですさ、ね、まざ、あ、ま、ね、掘り返されていくのかなという気がするんですが、はい、えー、日本の人がどのようにまあ、今後ね、ね、えー、少しでも日本の役に立つのかというところがですね、ま問われていくというふうに思います。というわけで本日の動画は以上になります。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。